山の上にあってね、景色はめちゃめちゃ綺麗。はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。 AT ブロックです。はい、ということでね、今メデジンっていうところに来てます。今日は、私の家族の友達のナンシーというこの町のツアーガイドをやってて、そう一緒に無料の本当のフリーツアー、そう無料のツアーをやってくれる。メデジンについて何も知らないから、そう楽しみにしてる。行きますか。行きましょう。すごくない？街中にエスカレーターがあるよ。まあここに住んでる人のために政府がね、エスカレーターを作るっていう、まあそれぐらいメデジンは辛いです。坂の街、山の街。このエスカレーターができてから観光客もこちらに来て、それでエスカレーターの近くになんかお店とかもスーベニアショップとかもいろいろできて、はい、ちょっと今ね、コムナ13っていうメディジンに住むワーキングクラスの人、低所得者の人たちが住むようなエリアにやってきました。で、山の上にあってね、景色はめちゃめちゃ綺麗で、メディジンのね、ダウンタウンの中心とは違って、やっぱりね、家とかもかなりボロくてちっちゃくて、そうだね、もうちっちゃい家の密集帯みたいな感じのエリアです。ただウォールアウトがめちゃめちゃ綺麗で、週末になるとね、観光客もかなり来て賑わってるっていうことらしいです。はい、今からはケーブルカーに乗って、あそこら反対側の山に行く。ケーブルカーに入りました。で、いつ When was the cable car? 2004, the first one. So the first、初めてのケーブルカーがメデインで2004年。そこから他の国がそれを見て、ああまあ頭いいなって思って、だ南米の多くの国で、まあ、山が中心の街っていうのはこういうケーブルカーが今はどんどんできてるっていうね。でメデインに来るってよくわかるんだけど、電車とかバスとこのケーブルカーっていうのはよくコネクティブされてて、めちゃめちゃ使いやすいシステムになってる。そう、あの日本みたいになんかスイカカードがあって、そうで、あのフィットして電車にも乗ったりで乗り換えて、これに乗り換えても同じ値段で乗れる。1個の値段で何でも乗れる。あの山の上に住んでいるそんなにお金がない人が簡単に町の中心に行ってそこで仕事ができるようになりました。ちなみにね、今このメディーの中に5個のこういうケーブルカーのシステムがあって、現時点で6個目を作ってるので、ということで今着きました。着いたんだけど、このまま乗ってもっと上を目指します。日本人だとスキー場に行かないとゴンドラで乗れないから、なんかゴンドラに乗って街を見下ろして移動しているってはかなりなんか新鮮な感じがします。誰かが乗ってきたかったらまたここから乗ってこれるっていうね。で、今閉まってまた一番上まで目指します。ちょうど今ね、ゴンドラから降りてまたちょっとね、電車に乗り換えてちょっとダウンタウンの方に向かっていきます。はい、ということで今ね、ダウンタウンの方まで降りてきました。はい、何も綺麗じゃない。そうだね、なんかさっき上から見たメデジンの街はものすごく綺麗でなんか統一されてた感じなんだけど、ダウンタウンの中心に来ると雑多な感じがして、なんて言うんだろう、なんかそんなに居心地のいい場所ではない。で、治安が悪いってナンシーが言ってたけど、やっぱ多分ね、そんな感じはする。まてな感じかな。だからダウンタウンはまあここがリアルなメデジンなんだけど、そんなになんか来たいなって思えるような場所ではないかな。はい、はい、ということで今家に帰ってきました。最後にナンシーが教えてくれたんだけど、このコロンビアってソーシャルクラスっていうのが1から6まであって、まあ簡単に言うと貧富の差を表してるんだけど、自分が住むエリアに応じてソーシャルクラスっていうのが決まるんだよね。で、それが一番貧しいと1、一番裕福だと6。今日ね、見に行ったエリアの中にもソーシャルクラス1っていうエリアもあって、やっぱそうすると家とかもかなりちっちゃいし、もう木でできてる家とかベニヤ板とかトタン屋根とかでできてる家の密集エリアが、まあ、ソーシャルエリア1みたいな感じになるんだけど、まあ一方で今ね、レナの友達のドイツ人の家に泊まらせてもらってるんだけど、この家は、まあ、ソーシャルエリア6っていうレベルのところに建ってる家で、もうそうするともう本当にね、なんだろう、軽井沢に建ってる大豪邸の別荘みたいな感じで、めちゃめちゃモダンだし、めちゃめちゃ広いし、
プールがあって眺めが良くて、であとはメイドさんもね専属でついてて掃除とか洗濯とか全部してくれてみたいな、いうふうに、まあ、貧富の差がね1から6まであるわけですよ。何が違うかっていうと、ソーシャルクラス1の人は病院で、まあ、お金を払わなくていいとか、大学に行く時もものすごい安い金額で、まあ、大学で学べるとか、電気代とか水道とかは安い、うん、これがソーシャルクラスです。で、まあ、このメデジンだけじゃなくてコロンビア全体でこのシステムが、何が言いたいかっていうと、それすごいいいシステムだなと思って、まあ、要は貧しい人たちをサポートする仕組みで、なんか人の人からサポートすると国がめちゃくちゃ良くなるということも気づいた。あのコロンビアは昔、うん、50年前、30年前までこれなんか結構危ない国だった。外国人もほとんどこっちに住まなくて、21世紀に入ってからこう大統領が変わっていろんなプログラムが考えて、どうやって貧乏の人をサポートする、どうやってそのドラッグを作ってる売ってる人、まあ、そういう悪い人をどうやって、要はボトムアップだよね。そう、めちゃくちゃいい国になってます。なんかドラッグディーラーからただドラッグを売っちゃダメって仕事を奪っちゃうと、その人たちがお金なくて治安が悪くなるっていうのはまあ明らかだから、そういう人たちにいかに仕事を与えてドラッグ以外の道でどうやって稼がせるようにするかっていうのを、まあボトムアップで考えた結果今の形ができていて、まあそういう努力の結果コロンビアの治安ってかなり良くなってきているんだよね。まあ日本人の人からするとコロンビアっていうとめちゃめちゃ治安が悪くて怖い麻薬大麻が出回ってる国っていうイメージかもしれないけど、もちろん治安は悪いエリアはあります。なのでコロンビアに来たら別に治安気にせずに遊んでいいってわけじゃないんだけど、日本人が思ってるようなもう治安がめちゃめちゃ悪い凶悪な国っていうわけではないですね、っていうのをね最後に伝えたいなと思って。で、私は気づいたのが、ここメディーンは結構住みやすい街だなって思ってます。なぜなら公共交通機関がものすごく発達してて、バス、電車、ゴンドラ全てがリンクしてるから、どこに行くにしてももう車はほとんどいらないっていう感じで、車が必要になってもなんかタクシーがいっぱいあって、そうで、なんと驚き、この家さっき見せましたけど値段いっていいのかな、安い、そう安いんだよね。日本円でいうと2000万円ぐらいで買えちゃうんだよね。海外に移住しようって考えてる人がいれば、南米のコロンビアメデジンっていう街ね、一個選択肢に入れてもいいかもしれない。そうです。なんかここに住もうかなと思ってる人はここで家を買ったらビザがもらえるらしい。ただ一つ問題があるとしたら、英語はほとんど通じないから、スペイン語を学んでください。そうってな感じで、まあメデジンの最後紹介になってしまいましたが、今からプールに入ります。そうまさにね、もうそこにプール見えてるんだけど、もしこの動画が楽しかったっていう人はね、いいねボタン、ということでまた次の動画で会いましょう。バイバイ。プール行こう。イピアレスっていうコロンビアとエクアドルの国境近くの町に来てます。世界一綺麗な教会って言われてる教会があるんだけど、まあ、あんまり知名度はない。皆さん見えました、めちゃめちゃ綺麗、やばやべえ、めっちゃんこ綺麗。